ドービルは、イタリアの自動車メーカーでトマソが1970年から1985年まで生産した高級車である。社名は、フランスのリゾート地、ドービルにちなんで命名された。1970年のトリノ自動車ショーでデビューしたデトマソ初のフロントエンジン車であり、イタリアのスーパーカーメーカーが生産する4ドアセダンとしては、前年に生産中止となっていた、マセラティクアトロポルテアイ、イソリボルタフィデアに次ぐ登場であった。同年にデビューしたミッドシップにザスポーツカーパンテーラと同じ米国フォード製のクリーブランド351型 5763cc330 馬力エンジンを用いて、最高速度は時速 230km と公表された。パンテーラを手掛けたカロッツェリアギアのチーフスタイリスト、トム・ジャーダが手掛けたボディスタイルやダッシュボードなどのデザイン、そして後輪サスペンション形式など、全体的に1968年に発売されたジャガー XJ に酷似していた。そのためか、パンテーラのように、北米フォード販売網を利用した輸出も行われず、欧州域内向けの少数生産車として売られ、日本にも輸入されなかった。エンジンはアメリカン V8 であるが、4輪独立サスペンション、前輪ベンチレーテッドディスクブレーキなどの高度なシャシーを持つ点は、他のデトマソ車同様である。このフロントエンジンシャシーは1972年に登場する2+2座2ドアクーペで、トマソロン車にも応用される。1976年以降は、アレハンドロ・デトマソがマセラティを傘下に収めたため、同じ車種をベースに、マセラティ自製の V8 エンジン、ジョルジェット、ジウジアーロのデザインによるボディを持つマセラティクアトロポルテ3が生産されることになり、もともと少なかったドービルは受注生産の扱いとなり、毎年ごくわずかしか作られなくなった。1985年まで15年にわたって生産が行われたものの、総生産台数は244台、月産平均で2台に満たなかった。生産時期によってシリーズ1、シリーズ1後期、そしてシリーズ2に分類される。スペシャルモデルとしては、アレハンドロ・デトマソ夫人のためにステーションワゴン仕様が1台、ベルギー王室とイタリア政府のために、それぞれ1台ずつ防弾仕様が製造されている。ありがとうございます。